こんばんはポップです FX チャンネル9月21日月曜日続いて新興国通貨3ペア3通貨の解説を始めていきます順番はいつも通りメキシコペソ円から始めまして南アフリカランド円トルコリラ園の順番で解説をしてきますのでよろしければ最後までご視聴ください 今日はね、東京マーケットはお休みという状況でございますが、大きく株安、そして円高方向に進んでおります。そのトリガーとなりましたのが、フィンセン文書というものが流出しまして、それには多くの大手金融機関がマネーロンダリングを野放しにしていたというね、事実がありましたので、まあ、それが明るみになったことによって、相場は大混乱という状況でございます。まずはね、株式市場の振り返りからしていきたいと思いますので、こちらのサイトをご覧ください。 はい、えー、世界の株価のサイトでございます。えー、今日はは、ねえー、東京マーケットお休みでございましたが、えー金,曜日にえー、金曜日の終値に比べまして、こちらの時間外取引は500円以上下げています、今は2万2800円台というところで、2%以上金曜日の終値から下げているという状況でございます。 そしてダウ平均の、ね、時間外取引も金曜日の終わり値から400ドル以上下げるというところでこちらは27,200ドル弱というところでこちらも2%近い下落というところで株安の方が、ね、今後も進んでいくだろうというような状況が続いております。 そしてね、ドル円の方は当然売られている中でですね、ゴールドの方も逆の相関をするはずなんですが、ドル円の下げにつられてですね、ゴールドも下げるということで、ほとんどの、ね、資産が売られているというような状況でございます。 まあこちらのね、アメリカの10年国債に関しましては、こちら、利回りが下がっておりますので、こちらは買われているということで、まあ、このような、ね、株式やゴールドといった資金が安全性の高い債券に向かっているというところでございますので、新興国通貨もそれにつられて下げているという状況でございます。具体的にチャートの方を振り返っていきましょう。はいえー、まずはメキシコペソ円の15分足、約1日の時間軸のチャートをご覧ください。 今日の、ね、スタートに関しましては、このあたりですね、4.95付近からスタートしたというところで、まあ、今日ね、休場でありました東京マーケットのところは、ほぼ横ばいで推移したというところでございます。ただ、欧州時間に入りまして、先ほどのフィンセン文章の流出が明るみになったというところを受けまして、大きく下落。100ピプス以上下げまして、4.85まで一旦は下げてきたというところでございます。 さすがにね、移動平均線との乖離が広がってきましたので、多少の反発はあるものの、これで下げ止まったかどうかというのは、全く今のところ、検討がつかないという状況が続いております。そして60分足、約1週間の時間軸でございますが、こちらがね、1週間ぶりの4.95を明確に割り込んでしまった。 これがね、移動平均線、さらに下げが加速してくるという状況でございますので、この状況でね、一気に4.85というところまで下がったから、ロングというところですと、もしかしたら大けがをするかもしれないというところでございます。こういった場合はですね、まあ、お試しでロングは構いませんが、基本的には様子見をしておいた方がよろしいかなというところでございます。 週末スペシャルでは、まあこういったね、4.85とか4.80といった0.05刻みで、えー、買いを入れていきましょうというお話をしましたが、えー、今回はね、えー、少し下落の方、えー 方向が、えー、いきなり急というところでね、えー、落ちてくるナイフという状況でございますので、まあ、ロングで入るのであれば、ごくごく小ロットで入るべき。えー、そしてね、えー、戻り売りのタイミングもあろうかと思いますので、まあ、反発した時、移動平均線よりか下側で、えー、要線から陰線にレジスタンスを食らう可能性が強いということなので、あくまでもロングを取る場合は、ごくごく小ロットで、えー、お試しがいというところに留めていただければというところでございます。4時間足も見ておきましょう。 はい、えー、こちらがね、えー、今まで階段を上ってきて、えー、窓から落ちるというところでね、えー、過去のね、この、えー、8 9月の上旬の下落以上に大きな下落となっております。えー、こちらもね、えー、4.85というのは過去のレジスタンスラインもあって、サポートラインもあるというところですので、まあ、ちょっとのね、えー、ロングは構いませんが、えー、これ以上下げる可能性も往々にしてある。 もしかしたら今回のね、下げが始まりかもしれないというところを考えますとね、まだまだこの辺りは予断を許さないというところでございます。まあ、ただね、あまりにも4時間足の移動平均線と平均足のチャートが乖離しておりますので、まあ、ロングを取りたいという気持ちもあろうかと思いますが、ただレバレッジは抑えて、ロットはね、非常に小さいロットというところを限定に、まだまだ下がる可能性があることを前提にですね、入っていただければと思いますので、決して無理のある大きなロットで入らないように注意が必要ですというところです。 ででございいいまますすので、えー、参考にしていただければと思いますはい、えー、以上でメキシコペソ園の解説を終わりまして続いて南アフリカランド園見ていきましょうはい、えー、ランド園もほぼほぼメキシコペソ園と同じような状況でございます 今日のオープンに関しましては、6.4円ぐらいからスタートという形で、東京マーケットは同じく横ばい。そしてこちらもね、欧州時間に入りまして、6.4円を明確に割り込んでしまいますと、なんとこちらは150ピプスを超えるような大きな下落ということで、6.4円から6.25すら割り込むというところでね、一時は200ピプス近い下げというところでございました。 こちらもね、えー、今までは0.1円ずつサポートラインがありますので、まあ、6.3円だとか、えー、6.2円はね、6. 点上の1個上というところがね、サポートラインでありますので、また後でね、4時間足はご覧いただきますが、まあ、そういったところでね、ロングをしていきましょうというお話をしておりましたが、今回はメキシコペソ円同様ですね、ちょっと下げの状況がわからないというところでございますので、もしロングで入るんであれば、ごくごく小ロットで攻めていくというところでよろしいかと思います。 60分足を見ましても完全な階段を登って窓から落ちるというような、ね、相場のロングとショートの特徴を表したチャートとなっております。 6.4円はね、明確なサポートラインでありましたが、今回のフィンセン文書によって大きな下落ということでね、まあ、こちらも移動平均線と平均足のチャートが大きな乖離をしておりますので、多少の反発があろうかとは思いますが、ただ、この移動平均線、これから下げてくる中で、反発しても、この移動平均線よりか下側で要線から陰線、これが平均足がレジスタンスを食らって下がってしまうということが想定されますので、こちらロングで入る場合は、 同じく小ロットで入っていただくというところでよろしいかと思います。 具体的な数字はね6.3円まで戻るかどうか、これはね6.35まで戻るかわからないところでございますが、基本的にはこの移動平均線24の下側で推移するというところをこう仮定して、ですねあまり大きなロットでロングを組まないというところと、むやみに、ね、突っ込んでショートを組んでもしょうがないという形になりますので、ショートを組みたい場合は、しっかりと戻ってきて、移動平均線よりか下側で要線から陰線という形が起こった時に、しっかりとショートを組むというところです。 ででよろしししいいいかと思まますので参考にててくださ時間足も見ておきましょうはい、こちらね、1ヶ月間の時間軸のチャートということで、6.4円ね、一旦こちらが明確なレジスタンスラインを抜けて、このレジスタンスラインがサポートとして機能していたんですが、これを破ってしまいますと、6.3円は一気に突き破って、その下のレジスタンスの過去のね、6.225。 こちらが1ヶ月間の間に3回サポートが入っておりますが、こちらのポイントまで一気に下がってきたというところでございます。まあ、こちらのね、4時間足の移動平均線と平均足のチャートがものすごい乖離をしているというところとね、過去のサポートラインから、まあ、サポート一旦の、ね、反発は入る可能性はあるということなんですが、今回下げがね、ちょっとまだ正体がわからないというところでございますので、こちらも同じくお試し買いというのは4時間足を見てもわかるかなというところでございます。 その下のね6.1円というサポートラインがありますが、まあ、ここでね本格的にロングが組めればというところを想定しておけばと思いますので、あくまでも現段階では少しのねロットで攻めるというところで、まあ、むしろね戻ってきたところを叩くというところがよろしいかもしれませんので、安易なロングはね避けていただきながら、ロングを組むときは小ロット。まあ、くどいようですが、これを徹底していただければ大けがはしないという形になろうかと思いますので、参考にしてください。 はい、えー、以上で、えー、南アフリカランド園の解説を終わりまして、えー、こちら、えー、トルコリラ園は、えー、史上最安値またもや更新でございますご覧いただきましょう、はいえー、トルコリラ園は、えー、今日のオープンは13.75の、えー、少し上からスタートというところでございます 少しばかりで、ね、7ピップスぐらい反発する場面もあったんですが、基本的には東京マーケットはやはり横ばい。そして、先ほどの欧州時間から、やはりこちらもね、上げるときは全然ね、他の通貨が上げるときは反応しないんですが、下げにだけは敏感に反応するということで、とうとうね、直近サポートが入っておりました13.75ですら破ってきたというところでね、史上最安値更新が続いているというところでございます。 こちら60分足の1週間の時間軸のチャートをご覧いただきましてもドル円と同様ですねひたすら下げている1週間、まあ、1週間に限らずねトルコリラ円の方はひたすら下げているという状況の中で移動平均線が右下下がりの中反発する機会があってもことごとく移動平均線付近でレジスタンスを食らっているというところがね見て取れる形でございます。 この1週間の間でもね、1回、2回、3回、4回、5回、6回も移動平均線でレジスタンスを食らうというところでね、明確に移動平均線の上側に出ることはないというところでございますので、やはりトルコリラ円に関しましては、市場最安値を対ドルでもね、対円でも更新しているというところからですね、他のメキシコペソ円や南アフリカランド円とは違って、こちらは最安値更新中というところもありますので、ロングは一切取らないというところでよろしいかと思います。 4時間足を見てみましょう、はい。4時間足に関しましても、こちらね、14.25を破ってからは、さらにね、角度を加速しまして、下げているというところで、全くいいところがないチャートでございます。 ただ、セリングクライマックスに該当するような、値を飛ぶようなね、値が飛ぶような大きな下落、こういったところはね、まだ現れないというところからですね、ちょいちょい反発する場面があるかもしれませんが、基本的には移動平均線の下側で要線から陰線にレジスタンスを食らうというところが想定されますので、やはり史上最安値だからといっても、ロングは組めない、どこまで下がるかはわからないというような状況でございますので、ここはしっかりとね、様子見をしながら、 セリングクライマックスを待つというところはね週末スペシャルでもお話した通りでございますのでえこちらは合わせてロングは取らないようにお願いいたしますそしていつもの週足を見ておきましょう、はい、えー週足ご覧いただきますと今までの下落はねえこんなものではございません 今回はじりじりと下げている展開でございますが、去年の8月は一気にね、えー、19円ぐらいから、えー、16円の後半、2円50銭ですね、えー、下げたというところと、えー、去年の1月、こちらもね、えー、フラッシュクラッシュのような形で、えー、大きく下げたということでね、20円台から18円ということで、えー、2円ぐらい下げた。そして、えー、その前の8月ですねおと、おととしの8月に関しましては、22円ぐらいから16円ということでね、一気に6円ぐらい下げたというところもございます。まあこういった 定期的に一気にパニック売りが起こりますので、まだじりじりと下げている展開では、こちらはロングは組めないというところでございますので、大きな下落があったときのみで入っていくというところを考えますと、まだまだ入れないというところは、このチャートを持ってわかると思いますので、参考にしてください。 はい。以上で、今回の新興国通貨3兄弟の解説を以上といたします。この後ね、フィンセン文章の動画をちょっと作成しまして、どういったものかというのをね、見ていただきたいと思いますので、この動画もね、その動画もよろしければ参考にしてください。そして、4連休中の3連休目という形になりますが、明日からもね、まだまだお休みだと思いますが、お仕事ある方、そしてトレードされる方は頑張っていきましょう。 今回の動画は以上でございます。今日も一日お仕事とトレードお疲れ様でした。バイバイ。